全力で努力する者は遅かれ早かれ逆境から浮かび上がる。最も必要なことは常に志を忘れないよう心にかけて記憶することである。牛の歩みのように遅くてもいいから一歩一歩と進み続ければやがて必ず千里の陶器に到達することができる。ゲーテにも急がず休まずという言葉がある。普通の人間が不満とすることも着眼点を変えれば愉快の種とすることができる。物質的利益を超越し名誉、地位、特質に淡々とすることができれば世間で行われている勝敗は子供の遊びに過ぎなくなる。本当の勝利者は自分に勝つもので、この点を心に留めるなら心はいつも安らかに淡々としていてどんなにか幸せかしれない。日常の事柄については善悪の判断に迷うことは極めて少ないはずである。人の役に立つ恵みを与えるのは善である。これくらいのことは誰でもいつでも判断がつく。判断がついたら良い考え良い行いは実行に移す。そして実行に移すとき、ここだなと力を入れて行う。また怠惰に流されそうになったら、自分が日頃戒めているのはここだなと反省する。どんな些細なことでも良い。自分が志を立てたことに接したらここだなと思いさえすれば、志は継続され目的を達することができるはずだ。いわゆる逆境があるから我々は他人に対し思いやりの心を持つことができる。もし毎日浮かれ騒いで面白おかしく人生を過ごすならば、どうして人に対する思いやりの心を持つことができよう。人間というものは自分にないものを他人が持っていると、これを羨ましく思い、不平不満が起きる。しかし、他人が羨ましく思うことが、当人にとっては苦痛となることも多く、したがって、どんな人でも、それなりに相当した逆境があるものだ。逆境は、すべての人にある。得意の絶頂にある人にも必ず自分の思い通りにならないことがある。この自分の思い通りにならないことには2種類がある。つまり天の授けるものと自分が作り出すものである。2種類の災いのうち人生でどちらが多いかといえば、自ら作り出すものの方がはるかに多い。ただ人はなぜ逆境に陥ったかをよく考えないから、天を恨んだり他人を恨んだりするのだ。罪を人のせいにするのは知恵が少ないからである。知恵が少なければ少ないほど罪を他人に転嫁することが多い。辛いと思ったことが楽になり、災いに見えることが福となる。まさに家福はあざなえる縄のごとしなのである。達人は順境も逆境も同じものと考え、喜びも悲しみも二つとも忘れて
そうしたことを超越して天命に休んじる。普通の人間は逆境に陥れば悲しんだり恨んだりするが、しかし喜びも憂いとなり、憂いも喜びとなるのだから、逆境も善用すれば修行のための大きな糧となり、殉教に達する手段となるのだ。人は逆境に陥った時、精神的にいろいろな影響を受けるが、これは一番注意し警戒しなくてはならないことである。逆境に陥ったものでそれを切り抜けようとせず、やけになって堕落する者が世間にはたくさんいる。少しつま先立ちをして前を見れば、生きている間には一条の光明が前途に輝き、希望の光が見えるものである。ことが起こるとただ慌てふためくばかりで、さてこの先はと首を伸ばすことはなかなかできない。だから昔の人も、窮地に陥り勢いのなくなった人は常に初心に帰るべしと言っている。些細なことだが、今ある状況から一歩退いて考えれば、前途が見え取るべき方法や態度が見つかるはずである。他人を羨むということは心の狭さから起こるものであるから、そうならないためには心を広く持ち、他人に及ぼす善は自分にも善であると思うように努めることだ。自分の喜びを人に分けても自分の喜びは減らないし、人が嬉しがっていることを一緒になって笑い興じても自分の損にはならないのだ。善事には必ずいつか相応の報いがある。いかに苦しいことがあってもやけになってはいけない。苦しみはいつまでも続くものではない。逆境にある人はもう少しだ、あともう少しだと思いながら進むことだ。必ず前途に光明が現れるのだから。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで、さよなら。